長高氏はが、父が創業した外海実業銀行で経理に就任している。1921年、チャンス商議会第3期議員に選出されたが、父命により、開会前に辞任した。翌年から欧米と日本へ、実業視察に赴いている。1924年5月、中地理講師に任命されたが、実際には就任しなかった。同年10月、 ご配布率いる十四章をうち続く、貫根群総司令部で、3位、外交所長として起用されている。九百二十六年六月、様子高水道討論委員会会長に任命されたが、翌月に、父が死去したため、帰郷して、家業を継いだ。以後、南通学院委員長、大聖社長当事長、大立人選講師経理、Y 南閣市を荒木講師常務当事長、 大陸奉還、東言などを歴任している。しかし1935年10月17日、上海の自宅で召使いに銃撃されて死亡した。去年38、ありがとうございます。